スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、鈴木みのりのキャッチナウ。はい、第4月曜日担当鈴木みのるです。そしてアシスタントの長吉翼です。はい、ということでですね、はい、いやーオリンピックも終わりましたけど。終わったね。終わりましたね。大活躍だったじゃないですか。すごかったですよ、パラリンピックも。ね、快挙快挙でね。いやいや快挙でしたね。でもう私はだから何で泣いてんのか分かんなくてね、花粉症がひどくて。あ、それ毎年春になると悩むんですけど、はいはいはい、最近ね、まあ、春の入り口というかすんごい寒い日と、はい、まあ、ポカポカした人がこう入り乱れてますけどね、はい、雪降りましたけど、私ん家の前積もってたよ。だよね、うん、本当に。あ、やっぱそうなんだよね。世田谷も積もってましたね。世田谷も積もりますよ、はい、本当に。ということでですね、まあ、春が今訪れていますけど、はい、春といえばですよ、はい、まあ、日本においてはこの春といえば、就職。就職、まあ、4月でいうとね、うん、新入社員が入ってきますけども、うん、今ちょうど大学3年生がですね、ちょっと就職活動している、はいはい、こういう状況になってきています。まああのね、アメリカで就職されている方ですから、ちょっと日本の就職事情よく分かんないと思います。あんまりよく分かってないですね。ですよね、うん、なので今日はですね、まあ、その後に昨今の就職事情についてお話しながら、うん、はい、実はあの当社もですね、今採用活動を行っておりまして、当社の場合中途採用なんですけどね、まあ、その採用状況なんかを見ながらですね、ちょっとそのあたりのお話を広げてみたらなと思っておりますので、はいはい、何卒よろしくお願いします。では始めさせていただきたいと思います。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、というわけでですね、早速話を進めていきたいんですが、永井さん、はいはい、まあ、実はですね、これちょっと今日の新聞なんですけどね。お、お、なんだこれ。日経ビジネス。日経ビジネスでですね、はい、IT 新卒3個の例っていうですね。ん、3個の例って何？要するに諸葛孔明ね。そうですけど、要はですね、まあ、ここにありますよ、まあ、LINE とか楽天とかありますけどね、はい、こういう企業がなんと、はい、まあ、LINE なんかインターンでその来てくれた人に40万円の報酬出しますよって言い出してるわけですよね。で楽天なんかですね、技術者の内定1日で取っちゃいますよって言ってるんですよね。これすごいことなんですよ。そうなんですか。これびっくりするような話、10年前言ってたよね。10年前から考えたこれすごい話なんですけど、まあ、とにかくですね、今日本においての新卒の採用というのがものすごいことになってるわけです。いくらでも来てくれと、うん、こういう話になってるわけです。それは何、中小企業は真似できないんですか。いや、それがですね、はい、中小企業も頑張ってるんですけどね、はい、頑張ってるんですけど、はいはい、あのね、まあ、その前にですね、今現在 の、はい、その新卒者の求人、どれぐらい求人が来てるかっていう話をちょっとしておかなきゃいけないんですけど、はい、比較でいうと2011年、まあ、ちょうど震災があったぐらいの年ですよね、はい、あの年が、新卒者の求人ね、企業側が欲しいよ新卒者いらっしゃいって言ってる人数が約58万人だったんですよ、うん、58万人おいでって言ってたんです。今2018年3月卒の子たちで、企業側がおいでおいでって言ってる人数がですね、75万人なんです。日本人ってそんなにいるのですよね。まあ、人口がそれだけ増えていれば別にいいんですけど実は18歳人口そんなに増えてない状況なので、はい、2011年では58万人欲しいって言ってたのが、今75万人欲しいって言ってるっていう状況でいうと、17万人、約18万人ぐらいのですね、増になってるわけですよね、うん、まあ、これはもちろん大手企業も増なんですが、実は中小企業も相当欲しい欲しいと言ってる状況が今来てるわけですね。まあ、就職する側からしたら引く手あまたでね、選びたい放題でありがたい時代かもしれませんけどね。
まあ、そういう状況を鑑みてですね、先ほどの記事じゃないですけども、はい、うん、大手企業なんかまあ、ね、お金に物を言わせてですね、うん、いろんなこうサービスをつけてるわけですね。もう今入ってくれたら何割引きじゃないな何割増しみたいな感じでですね、どん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 新卒さんいらっしゃいという状態でですね今進んでるわけなんですけど、はい、こんな状況はこう永吉さんご覧になられてどう思いますか。超不思議って感じ。おっと超不思議来ちゃいますだからこれは例えばこれ LINE ですけど、はいはいはい、それだけ LINE には優秀な人が集まってほしいからこういうことやってるわけですよ、うん、インターン報酬40万そりゃそうです。全国のそのなんていうの、うん、将来活躍しそうな人たちが行ってみようって思うと、で確保したいと、はい、で楽天技術職内定1日で、これ別に不思議に思わない。私も1日で銀行内定したもん。あ、そうかそうか、確かにね。ボストンキャリアフォーラムっていうキャリアフォーラム行ったんでね。なるほど。これは別になんともないですけど、ただ気になるのが、はい、何年前から採用活動するんですかこれ。あ、ですね、今の日本の制度で言いますとですね、大学3年生の3月から、うん、就職活動スタートしていいよっていうふうに言ってますので、じゃあこのインターン報酬40万円って、はい、3年生の3月を迎えた学生がこれもらえるってこと、インターン行ったら。いや、インターンはその前ですからね、どっちかというと3年生のもっと手前のぐらい。あ、そうなんですか。そうですね、インターンはもう。インターンって何なの。インターンって職業体験ですよね、言ってみれば。え、どうしました。体験させてあげるのに40万だからすごいって言ってるわけですよ。職業体験で普通はまあ大体無給が多いんですかね、インターンっていうと大体無給が多いんですけど、それが LINE さんはですね、来ていただいて、まあ、ある課題を1ヶ月間やって、それやってくれたら40万払おうって、こういう話なんですよ。なかなかね、すごいサービスなわけですよ我々から考えるとね。まあ、それぐらい人が欲しいんだよって話なんでしょうけれども、うん、まあ、実際もね、その2011年から7、8年の間にですよ、これだけ その求人数が増えれば、はい、まあ、それはそうなんでしょうが、ただこれ背景にはいろいろ実はありましてね、今の学生さんたちって何を基準に企業を決めるかってことなんですよ。ご存知ですか。何を基準に、はい、何を基準に、何をもって、よし、じゃあこの企業に行こうって決めると思います。はい、今の子たちは、はい、ちょっと私たちの世代と違うから感覚が違うと思うんですよ。なるほど。だからね、徒歩で通えるかどうか。徒歩で通えるかが保育士さんにはそういうニーズありますねちょっと、はい、町内会でお願いします。町内会でね、うん、まあそういうのもないね、ないかな。じゃあね、まあでもあれでしょう、はい、時代は流れてやっぱ金でしょ、金、報酬、給与ね、うん、給与でね、それやっぱ大切ですよ、暮らしていく上で。ああ、そうですよ、うん、給与ね、それは大事だと思います。だから給料、給料でね。いや、ところが永吉さん、はい、実は、はい、未だに企業のネームなんです、名前なんですよ。ほうほう。大手企業がいいと言われてるんですね。ほうほう。いわゆる有名な会社、有名な会社、有企業、はい、上場してるとかですね、うん、そういう企業にやっぱり人気が集まるんです、うん、なぜですかね、わかんないですよね、難しいですか、うんうん、実は今の就職、学生さんの就職はですね、親が入るんですよ。え？いや、親御さんがこの企業がいいよって言ったところに入るのが今の学生さんなんです。そうなんだ、嘘だ。いや、嘘だと思いますよね絶対嘘に決まってる、まあ、あなたのような方から見ると、ね、ご自身で留学してご自身でアメリカの大学通ってですよ、うん、で就職を決めるなんていう方から見たら、うん、そんなバカなと思われると思うんですが、うん、実はなんと、うん、今の日本の学生というのは就職活動の半分以上はですね、親絡みなんです。それでも具体的に言うと、親絡みって何？親とか親宛てにダイレクトメールとか出るの？行きますね。なんて来るの？お宅のお子さん、うちで働きませんかって来るの？ああ、もう極端なんです、そういうことは。だ、これも大手企業だけじゃないですよ。ベンチャー企業なんかの社長なんかも向こう、親のところに行って頭下げてる社長いますからね、実際。でもさ、それさ、採用する側もさ、うん、親がいいよって言ったら就職するようなやつさ、取ってさ、仕事できるなんて思ってんのかね。思ってんじゃないですかね、勘違いしてると僕は思いますけど、ね、私が社長だったら取らないわ。私も取りません。いらないもん、そんな。いらない。でも今世の中はそうなってるんですよ。なんで？わからない、すごい不思議で。それもね、まあこれも企業が悪いんですよ。大手企業なんかはですね、あの親向けの説明会があるんです。普通学生集めて企業説明会ってやりますよ。それは親向けなんですよ。親御さんいらっしゃってくださいと、うちの企業こんなにいいんですよって母親父親に言うんですよ。
でも母親父親が働くわけじゃないじゃん。いや、おっしゃる通りです。どう思います、この現状。わけわかんない、ね、であるケース僕は実際にこれ聞いたんですけどね、まあ、ある学生さんが、まあ、志あら新たにですね、まあ、ちょっと小さくあるけどベンチャー企業で俺は一旗あげてやろうと思ったんだと、うん、で、あの社長にすごくこうシンパシーを感じたということで、うんうん、まあ、採用内定をもらいましたと、はい、いうことを、まあ、親に内緒でやってたわけですよね、うん、で、まあ、いざ内定決まったんでっていうことで親御さんに言ったわけですよ。いや実は こういう企業で、俺はやりたいと思ってんだ春からって言ったら、もう両親からボコボコに言われるわけですよ、うん、何なんだそれはと、うん、知らないそんな社名、なんでそんな知らない社名ね、お前いい大学出てるのに行かなきゃいけないんだ、いや俺はそこで可能性にかけたいんだ、あの社長と一緒に働きたいんだ、うん、バカを言ってんじゃない、何を考えてるんだって言って怒られて、へえ、超面白い。面白いよね、ある意味ね。面白い。でもこれ今聞いてる見てらっしゃる方も、いやいやそんなの当たり前でしょって言ってる方も結構いらっしゃると思いますよ。でしょ。え、これ何、待って、これ何、これってなんか山口先生に電話かけたら解決する問題、しないでしょ。先生なんでこうなんですかって聞いたら解決するの。いや、しないと思います。なんかそういう構造的な何かがあるの、うん、じゃなくて今の世代を表してるっていうだけ。どうなんですかね、僕よくわからないんですが、今 その大学3年生4年生ぐらいの子どもたちの親って大体我々の世代、まあ、よりちょっと先輩ぐらいだと思うんですけどね、まあ、就職にそんなに苦労されてない方々多いんですよ実際のところ。まあ、バブルもちょい絡んでるような方々もいらっしゃると思うんですけど、だからそのどこでも入れると思ってる嫌いはありますよね。就職氷河期を味わってないですから。どこでも入れるんだったら口出さなくていいじゃん。いや、それがだからこそ当時の自分たちを振り返ってみれば有名企業に入ってるんですよ皆さん、うん、なんたら銀行、なんたら証券、うん、なんとかっていうメーカーにね入って、うん、もう入りたい放題だったわけですよ。今その状況来てるんだから、なんでそんな小さいところに行く必要があんだお前ってこうなんです。まあでもその大企業神話みたいなのが日本で出来始めた背景って、うん、はい、やっぱりこう右肩上がりに給料が上がっていく、はい、ないしは小さい会社よりも大きい会社の方がボーナスがもらえる、うん、そうです、なんとかかんとかってやっぱ手厚いってなってくると大企業が人気になるのは分かるんですけど、今はその大企業に入ったところでそんな給料って伸びるのかって言ったら結構ね個人によって違うかったりするとも聞きますし、一概にその大企業神話が出来上がっていった時代とは条件は変わってきてるのにっていうことですよね。そうですね、そこがちょっと不思議ですよね。そうですよ。それでさらに言えばですよ、最近大手企業だから大丈夫かっていうね、東芝さんの問題もありましたよ、うん、ね、あとまあ今金融機関はね代理ストラブームですよ。そんな状況の中で大きい会社がいいことだなんていうのはもう時代錯誤も甚だしいと私は思うんですよね。逆にいいんじゃない。あ、いいんじゃない。お、なるほど。大きい会社がいいだろうっつってさ、夢も希望も能力も自分の意思も何もないやつがそういうとこ入るじゃん、うん、入るじゃん。そうするとゆくゆくはリストラ対象になるじゃん、うん、はいはいはい、でそこへ来て初めて自分は人生どういうふうにして歩いていくべきなのかって本当に切羽詰まって考えて歩いていくんだからいいんじゃないの。でもそのね、考えるまでの時間が結構あるんですよ日本の場合、うん、例えば早い段階で、あ、もう見切りつけたやめたっていう人だったらまだいいんですが、うん、40代50代でですね、やべえ、やっぱこの会社60まで行ったらえらいことになるっていう、その時点で思ってもこれなかなか次の人生って難しいですよ。自業自得じゃない。自業自得ときました。はい、自業自得ですよ。でも、ね、これはだから今日このキャッチナウで喋ってるのは何が問題で喋ってるんですか、はい、その自業自得のやつは見捨てようぜっていう話なのか、それともこれだと日本の国力が上がっていかないわけだから新卒採用についてどう我々は対応していくかってことを考えるわけ。そうですね、私としてはですね、今はもう中小企業がね、はい、新卒マーケットに入って、まあ、もちろん入ってらっしゃる方多いんですけれど、私はあえてここで言いたいのは、はい、中小企業はもう新卒辞めたらいいと思ってるんですよ。新卒採用は、はい、その心は、実際には大手企業に入っても、まあ、マッチングしないんですよ。ミスマッチでですね、うん、3年ぐらいで辞めるケースが非常に多いんです、うん、現状では、うん、であれば大手企業で3年ぐらいですね教育していただいた方々を我々が採用させていただくっていうのが一番いいんじゃないんですかっていうような。めっちゃいいじゃん。いや、そういうご提案をしたいなと思ってるわけです。めっちゃいいと思います。あれでしょ、だから大手企業さんにある程度お任せするわけですよね、うん、はいはい、電話の対応はこうです、はい、名刺の渡し方はこうです、はい、遅れたらこういう、朝はこういう、うん、
全部教えてもらって、そうですよ、教えるだけ教えた挙句の果てに3年で辞められる大企業もちょっとかわいそうだけど、かわいそうですけど、ただまあそういう方々が来ると、うん、中小企業に。そうなんですよ。では来た方、来てることも現実、まあ、後ほどそのお話しますけれども、来てることも現実ですし、今そのいたずらにですね、あのお母さんお父さんにですね、うちの会社素晴らしい会社ですよって家庭訪問して、その社長がですね、そんなことやってるような時代じゃないんじゃないんですかと思う、うん、今やもう変わっていかなきゃいけないんじゃないですか。大手企業と同じことをやって新卒採用するというのはあまり賢い方法じゃないですよってことを言いたいんですね。これそうだと思う、やっぱりさ、そうだと思う。だから、うん、大手企業に入って 2,3 年で辞めて中途採用で自分でエントリーする子たちって、そこでやっと自我で動くわけでしょ。私この分野でやってみたいかも分かんない、うん、この会社興味あるから話聞いてみたいって思うわけじゃないですか。そうなんです。でその時にはきっと自分の意思で動いてるだろうから、そうなんです、新卒で無理くり取るよりいい子が来るかもしれませんよ。そう思います。で実際に当社もですね、3年ぐらい前からもう新卒採用メインをやめたんですよ、はあ、中途採用をメインに今してて、大体やはりそのあのなんですかね、就職して3年目ぐらいの方々随分お越しいただくようになって入社していただくんですけど、かなりご活躍いただいてまして、もう非常にそのそういうことでいうと率も良くてですね、あの当社も完全に今、中途採用ブームであるんですけどね。だからきっと、うん、中小企業の目指すべきその魅力的な姿って、うん、やっぱり親に対してどう響くかじゃなくって、うん、自我を持って動き始めた子どもたちの目にどう魅力的に映るかであるべきですよね、うん、そうなんです。最初の段階で例えばじゃあ中小企業だからって言って親にパセリやめとけって言われたとするじゃないですか、はいはいはい、でも 2,3 年経ってみてやっぱりパセリがいいと思って子どもたちが自我で動くようになった時に、魅力的な会社だったら来るわけですよ。そうなんですよ。もう社会人として 2,3 年やってきてやっぱり自分はこの分野に行きたいって親も説得できるかもしれないし、そうですね、うん、だそういうふうな体制にしていかないと、もうこれからの、ね、日本の採用っていうのは変わっていかないんだろうなって気もしますしね、まあ、中小企業自体がこれから採用するにあたってはそういうことを考えていかないといけないなというふうに思っています。はい、はい、ということで、あのちょっと前半はですね、はい、ちょっとあの世の中に対する文句をちょっとベラベラと言ってしまいました、うん、現状でしたね、現状ということでございますが、ちょっと後半はですね、まあ、当社 の, その、まあ、恥ずかしながら今の現状、その中途採用ですね、たまたまこの前リクナビネクストという媒体に出したんですけども、はい、その時どんな人が集まってきて、で実際面接した時にどういう方々が多かったかということも話をしながら、まあ、今後 の, その、採用マーケットですかね、 中小企業の採用ということについての考えをですね、もう少しちょっと深めていきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。主婦が夫に内緒で出かける場所といえば、驚きの鑑定結果はご自身でお確かめください。ご家庭に眠っている香木買い取ります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-75-4105、 お香のことなら香木査定で検索。大社ごんちょう、やばい、このままじゃ納期に間に合わないよ。社長どうしましょう。そういうことは部長に聞いてくれたまえ。部長、僕は忙しいんだ、君が何とかしろ。はい、五条でございます。お客様何にお困りですか。はあ、五条に電話してよかった。私たちは代車を売りません。お客様のお悩みを解決するのが仕事です。代車屋五条。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、ということで後半なんですけれども、はい、まあ、比較的前半はですね、うん、まあ、企業の姿勢といいますかね、はい、中小企業はこうしていこうよって話をしたんですけども、うん、ちょっと後半はですね、今 の, その学生さんとか若い方々に、まあ、意識がどうなのかなっていうことをですね、うん、もう一回ちょっと振り返ってみたいなと思うんですけど、まあ、先ほどちらっと触れましたけども、当社のパセリではですね 2月の中旬から、うん、1ヶ月2ヶ月あ1ヶ月2ヶ月ですねにわたって今採用活動しております、はい。でその結果でですね、今特に営業職の募集をしてたんですが、まあ、約1ヶ月半でですね、応募総数が約400件ぐらい営業だけで来てるんですね。で、まあ、さらにその中でいうと、最近はあの IT 化が進んでますので、あのどういう人たちが応募してきたかとか、どういう人たちがその閲覧をしたかっていうデータが出るんですよね、うん、でそのデータを見ますと、当社 の, その求人、まあ、営業の求人ですね、見たり応募してきたりした人の 40% が20代の方なんです。
それも、25歳未満ですか、25歳以下か、25歳以下ですか、入社3年目までの方々が、非常に多ございましてですね、これだけでも、どうですかね、20% ぐらい、 20% 今日はですね、なんと入社3年目で転職を考えているという状況なんですね。まあ、先ほどちょっとお話出ましたけれども、まあ、親に言われてね、まあ、有名な企業に入ったはいいが、やはり本来自分のやりたかった仕事ではない、行きたかった企業じゃないところに入った人たちがですね、まあ、実際に転職マーケットに来てるっていうのも現状あるわけですね。まあ、その時にまた親が出てくるかどうかは、それは定かではないんですけれども、まあ、少なくても今の日本のですね、この新卒採用のミスマッチ状態はちょっとおかしいんじゃないかと。おかしいですよね。明らかにおかしいと思うんですね。ですから3年ぐらいで辞めるってことは、自分で何かこう身につけたわけでも何でもないわけですよ。もう完全に間違えましたってことなんですね。まあ、こんな状況が今いつまでも続くと、まあ、日本の学生一体何なんだっていうことになっちゃうんですけど、これ永吉さんがこう、ね、学生時代はアメリカで過ごされましたけど、うん、アメリカの学生と日本の学生比べてどうですか、どう思っちゃいます、ぶっちゃけた話で。ぶっちゃけだから今この就職だとか採用の話も入っちゃってますから感じることかもしれないんだけど、はい、なんかね、あんま学生らしくないなって感じがあって、日本の学生、1年生から4年生になって卒業するもんね、めちゃくちゃ忙しいんですよ。アメリカの大学もずっと勉強してる、論文書いてるか研究してるか、もうほんとテストに追われてるか、なんか課題作りしてるとか、なんかその学部とか やってる学問によってやること違いますけど、みんなとにかく勉強で忙しいの。ヒーヒー言ってるの。だからだってでも学生じゃん、学問やってる人だから。でもなんかこれあれですよね、大学の3年生から就職活動とかするんですよね。そうです、3年生の終わりですね、もう本当に。だからなんか学生らしくないっていうか、それこそあの何、社会人になるための予備校みたいな期間に日本の学校はなってるのかなっていうイメージもあるし、あとなんかバカだよね。バカが大学行ってるよね。あ、バカが大学、すごいこと言っちゃいますが、はい、バカを隠すために大学行ってるのかな。あ、ブランドみたいな、大学の名前が欲しくって言ったら、本当に実力だけで食っていけるような人とか、例えば一芸に秀でたような人とかって、まあ、いい大学でね、ここでこれを勉強したいんだ、あ、この理念が好きでここで学びたいっていう人いると思うんですけど、はい、そうじゃない人はまあ多分大学でも行かないとお前は就職できないぞみたいなことを親とかから言われて、そうだねって感じでしょ、素直にそこを従ってってことですかね。多分だから学問を深めるための場所っていう認識はもう日本の国内じゃないんじゃないですか、大学に対して。あ、厳しいご意見ですけどね。いや、分かりませんけど、いやでもすごくその辺は当たってるような気がするんですよね。うん、あの、まあ、私人のこと言えた義理ではございません。まさにその大学時代に勉強したかっしてません。もうアルバイトと、もう音楽活動だけしかやってませんよ。そうなんですね。でもね、うん、それはやっぱ良くない。でどっかでこう学生時代も早く社会に出たいって思いありましたもん。でどうして行ったの。ね、おっしゃる通りなんですよ。あの当時はそういう流れだったのはよくなかった。そこの頃の流れがそのままだと思うんですけど、でも本来やっぱり今見るとですよ、大学時代もっと勉強してが良かったと。あ、思うんですか。いや、今はものすごく思いますよ。それってすごいですね。私ね、二度と大学時代に戻りたくない。 あんなきつい勉強の生活もう耐えられない。そうなんでしょ。もう絶対もうだって思い出すだけでここのペンダクうずいてくるもん。ほんと嫌、ほんと嫌い。あ、いやいやいや、なるほど、今が最高。音だって最高。はいはいみたいな、なね、はい、電気を収めますみたいな感じ。あ、そんな感じですね。全然いい。多分ね、日本の学生って全然その感覚ないと思いますよ。多分中学受験、高校受験、大学受験っていう受験が辛かったです。でも大学に入ってしまったらゴールなんですよ。だから大学の4年間っていうのはもう完全に遊びの期間なんです。ただ今就職活動があるんで、まあ約3年ぐらいが遊び。こんなことで怒られるかもしれないですけど、でも多分そんな感覚なんじゃないかなと私は思いますよ。で実際に今ね、あの学生さんたちのプログラム、そのカリキュラム見てもですよ、うん、そんなに詰め込んでやってる感じはしないですね。あのもちろん山口先生のゼミ生の方のようにもうすごい勉強しないとまずいっていうところもあるんですけど、ほとんどゼミにも入ってないような人はほとんどやることなくて単位だけ取っちゃって、うん、卒業単位取ったらあとはもうバイトしてても OK よっていう感じが今の学生のありようで、あとは就職活動頑張るみたいな。だからなんていうんですかね、その就職までの流れがちょっと違うんですよね。
だから本当その大卒でもって社会に出るための準備期間みたいに使われてますよ ね、 そうですね、その大学の4年間という時間が。でも授業料一緒なんですよね、はい、超勉強する子もあんまり勉強しない子も。じゃあ超勉強した方が得じゃん多分ね。だって授業料一緒なんだよ。そうなんですよ。ただ多分4年間がっつり単位取ってがっつり勉強すると就職活動できないんですよね。これも問題なんですよ。でも学生だからさ。いやそうですよ、そうですよでも私なんか実に本当4年間がっつり勉強してて、いや就職活動できなかったんですよねっていう人欲しいですけどね。研究しまくってて自分の好きなことをずっとやってて、いやちょっと就職活動とか一切してないです、でもなんか私とこれ使えませんかっていう子の方がいいですね。でもだからさっきのさこの新聞にも出てましたけど、はいはい、あの一個気になるのが、うん、その分野の学問を収めた人ってすごい知識を有してたり、はい、すごい新しい 今の学問をまさにやってきた人だねっていう、うん、そんな斬新な切り込み方あるんだっていう能力があったりするから、うん、企業って取るんですよね、アメリカの企業。そうですただ会社に入ってから育ててあげようっていう気持ちがあるでしょ、うん、日本の企業、はい、そうですね。だから大学で勉強しなくてもいいってことになるんじゃない。だって大学で一生懸命勉強しないと就職先ねえぞって、手に職つけないと知識つけないとどこも取ってもらえないよってなったら勉強するんじゃない、うん、自分どうせだったら自分の好きなこと、うん、一芸でね、そうエンジニアになりたい人はコンピューターサイエンスを勉強して、僕はこれだけのことを論文読んでくださいってね、うんうん、ね、学生学んだことをね、研究したことをね発表して、うん、これもいいじゃないか、お前その内容をうちで実現化しないかみたいな、こういう話になったらすごくねいいことだと思うんですけど、ね、まあでもね言えない私も。だってさ、うん、日本の大学ってさ高校3年生で受験するときに何学部か決めさせられるんでしょ。あ、確かにそうです。本当に自分が何の学問やってみたいかって選ばせてくれないわけでしょ、うん、後で。そしたらそれはちょっと言い切れないかもな。あ、そうですね。だって偏差値で選ぶんでしょ。そうです。本当は経済学部行きたいけど商学部の方が偏差値的に下だからここだったら受かるなとかで選ぶわけでしょ。そうです。超かわいそうだと思います。お、アメリカはそんなことありえないですね。アメリカは最初みんなその学校に受かるか受からないかの試験があって入りまして、うん、で2年かけて自分であのメジャーって言って専攻科目になるものを自分で選んでその教科取って、うん、でちゃんと単位がもらえたらその学部で卒業っていうことです。だから自分で選ぶんです、入った時に。あ、じゃあなんとか A 大学だったら A 大学にみんなボーンってとりあえず入って、 そうですよね、その中で例えば医学部だ農学部だとか経済学部だとかっていうのは2年後に選ぶんです。あのね、1年目にジェネラルスタディーズって言って一般教養なのかな、その自分の関係ない科目も取るんですよ。でもそうすると大学になかった学問とかも入ってきますから、あ、これ面白いのがやっぱ分かるんですよね、はい、へー。最初自分は英文科がいいかなって思ってたけど、うん、でもあ、なんかこれやってみたらこれ面白いとか、うん、あるわけですよ。やってみて初めてねやってみて分かることもね。でそれであなんかこれ面白いからこれのもっとアドバンスなクラス取ってみようかな、でその学問の入り口なんですよ。あ、そうかそうか。で最終的にこの学問の冠がついた学位が欲しければ、うん、このクラスをこれだけ履修しなきゃいけないよっていう組み立て式のその学部の成り立ちだから、うん、何々学部に入学しましたっていう形はないんですよ。そうなんですね。あんたどのクラスの何の単位取ってきたの、あ、これとこれ、あ、OK、じゃあそれだったら経済学部で卒業できるよ、あ、それだったら国際関係学部で卒業できるよっていう感じ。そういうことなんですね。だからものすごくリベラルでものすごい間口が広くてその代わりものすごいきついんだけど、うん、だから日本の学生にしっかり勉強頑張ってないじゃんとも言えないなと思う。あ、要するにもう学校制度大学制度自体の問題もあるよってこういう話になってくるんですね。そう、入試の時点でだって自分高校3年生の時点で、うん、じゃあ4年後5年後何研究したいか分かんないでしょ。決めろっていうのは無理ですよ。なるほど。だから一概に比較できませんよね。うん、そうでしょう。だからある意味で言うと高校3年生でもある意味の可能性を積んじゃってるっていうことで言えばじゃないんですか。わかんないですけど。だからこそ4年間とりあえずまあこれでは向いてなかったけど、うん、経済学部入ったけどでも実は全然興味なかったわっていう子もたくさんいるってことですよね、うん、これ。私って友達にスペイン語勉強するわっつって大学入ってきて医者になった子何人かいますからね。え、どういうことですか。要はそのスペイン語で何か仕事がしたいと、うん、その第二学、はいはい、外国語を学んで何か通訳だったり、うん、で移民がたくさんいますからそういう法務局だったり何かそういう通訳とかで人の役に立ちたいと、うん、そうすると向こうは今
第二外国語第三外国語喋れる医師がすごく人手不足 でそういう語学をできる人こそ医学の勉強してみませんかって。なるほど。そのあなたの語学力を使って移民の子供を助けませんかとかって、そういう風になってくると、もともと自分の言葉で誰かを助けるような仕事についてみたいっていうぼんやりとした意思がある子なんかは、うん、あ、じゃあ一つの職業の選択としてお医者さんもありかなっていう感じになってくるわけじゃないですか、うん、はい、まあ、もちろん優秀じゃないと入れませんよ、うん、そしたらじゃあ試しに科学のこのクラス、生物のこのクラス、数学のこのクラスは、うん、どれぐらいの成績でクリアできたらこの学問に進めますよっていう、ま、もうちゃんと入り口が用意されてるんですよ、うん、で今まで語学しかやったことなくても、でもじゃあこれやってってみようかってなるじゃないですか。じゃあ科学もやったことないけど、まあ、じゃあ勉強してみるかと、うん、だかそんな感じで徐々に徐々にお医者さんなれるかなが始まっていくんですよね。それすごく良くないですか。日本の医学部の入り方と大きく違う、うん、全然違いますね。もちろんその後ちゃんとした正式な医学部への門っていうのはまたありますから、うん、ちゃんと試験を受けなければいけないし、はいはい、国家資格もですからやらなければいけないですから、間口はそんなもんです。そうなんですね、うん。え、なんかアメリカの大学の方がいい気がする。いや、どうですかね。私はもうクソきついんで二度と行きたくないですけどもう二度と行きたくない。もう生まれ変わっても行きたくない。行きたくない。じゃあ逆に今のね、日本のこの緩い大学の方に生まれ変わったら行きたいですか。ちょっとでもね、興味はありますね、うん、芸大とか行きたい。あ、でもちょっと特殊ですね、そんなってことね、うん、だって普通の今の大学生って、まあ、1年生で入ったらね、そのサークル入って、うん、で先輩たちとね、なんか楽しいことをしながらで勉強はそこそこにしながらって、こんなこと言っちゃいけないかな、でもそんな感じでバイトしながらですよ、3年間過ごして、であとはもう就職活動で、でも今はもうどこでも入れますから、入ってで4年で卒業して企業に入るわけですよ。ただでもさ、やっぱね、すごくかわいそうだと思うのが、うん、学校卒業した後に、むしろ在学中に就職先が決まってないやつってアウトロー的な感じ格あるでしょ。あるでしょうね。大学出たのにどこも働いてないんだ、ふん、意味ねえじゃんみたいな風潮あるでしょ。 あると思う。あるよね、やっぱりそれはね、あるんじゃないですか。その、ね、空気かわいそうだと思う、うん、大学ね、アメリカの卒業ね、大学してもね、すぐ卒業、すぐ就職しない人結構多いんですよ。お、あんまりその新卒みたいな概念が薄くて、うん、大学はいっぱい勉強したから、うん、ちょっとじゃあ違う学校に行ってみようっていう人もいるし、うん、なんか旅に出てみようっていう人もいるし、そうじゃなくてもうすぐ稼ぎたいからこうしようっていう人もいるし、うん、いろんな人がいるんですけど、日本は軒並み大学を出たらすぐに卒業してないと、うん、え、何やってんのって思われるでしょ、うん、そうですね、そりゃ焦っちゃいますよね、うん、だからちょっとね、それはもうずっと子供の頃からそうなんですけどね、ずっと偏差値教育でね、みんな一斉にどん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 上がってって、まあ、猶予もないわけですからね、だからそれはちょっとね、ちょっと私も違和感を実は感じてるんですけどね、相当、うん、まあ、実際変わっていかなきゃいけないなと思いますけどね。なんかこう日本の社会自体がね、一個人がこう好きなところに向かって走っていくっていう作り、うん、られ方じゃなくて、はい、できない人が流れから落ちていくっていう作りじゃん、はい、どっちかっていうと ね、やっぱそういう中では日本の学生も辛いですよね、うん、やっぱね、まあ、本当ですね、うん、まあ、そうこう言いながら、まあ、ずっとね愚痴っぽくなっちゃってもしょうがないんでどうですか、永吉さんも最後にね、その前、うん、今ご覧にいただいている、まあ、学生さんもいらっしゃるでしょうし、はい、学生さんの親御さんという方もいらっしゃいますけど、まあ、ちょっと軽くこう両方ご存知の永吉さんが、まあ、親に対してのメッセージでもいいですが、学生に対してのメッセージでもいいですから、なんかちょっと一言言ってあげてくださいよ。それさ、はい、私何様って話じゃん。いや何様じゃん。いやだって自分のね、生き方を、生き様をここできちっとやってるわけじゃないですか。なんか一言言ってあげましょうよ。一言、じゃ学生にメッセージ、はい、学生に、ね、なんだ、バカにつける薬はねってことですね。すいません、落としてませんか。大丈夫ですか。え、どういうことですか。ちょっともうちょっと分かりやすく言ってやっていいですか。だから あんまり気にしないで、うん、やったらどうかなって思う、いい大学に行けなかった人に向けて言ってる。あ、なるほどなるほど、はいはい、挫折してもね、そこで挫折しても人生の挫折ではないと。じゃないと思う、うんうん、いい大学行ってもバカはバカだから、うん、別にしっかり人の心の痛みとかを学び、うん、誠実に約束したことぐらいは守ろうと、自分はあんまりバカだけど、うんうん、約束したことぐらいはやろうっていうその小さいことの連続じゃないですか、うんうん、そうです、人生はね、会社っ
って舞台でもあるそうですけど、別にそれでいいと思いますけどね。だからね、真摯に生きろってことで、そうです。だからもういいんですよ。いいんですよ。バカならバカでいいんです。バカならバカでいいんです。誠実に生きていきましょう。まあ、誠実に生きていくのもあれですし、やはり自分の得意なことをね、うん、きちっと見つけて、はい、で得意なだけじゃ生きていけませんから、うん、それをちゃんと世の中に通用するかということの尺度も持ちながら、はい、まあ、そうやって、単純にね、同時並行でみんなと同じところにいればね、怖くないと、赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいな感じではなくて、なくてね、自分自身がどう生きるかっていうのをもっとね真剣に考えて、うん、まあ、実際この2人ともですね、こう言いながらですね、いわゆるその普通の会社員生活ができなかったそうそう、いわばアウトロー、ね、そうです、いわばはみ出してる、はみ出してるんです。私も5年しか言えなかった。だからそう言うのよ。そうそう、だから言うんですけどね。大丈夫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 、自信持っていこうね、親御さんもですね、あまりその一般の価値観に縛られずに、自分たちがこうだったから子供もこうしなきゃいけないなんていうことの概念をちょっと取っ払ってですねそうですね、ちょっと子供たちの自主性とか特性というのをもう少し見てあげるとですね、もっと日本も良くなるし、ね、その子ものびのび生きていけるんじゃないかなと、はい、少なくても入社して3年目でですね、辞めるような子にはならないんじゃないかと、まあ、それが悪いってわけじゃないんですけど、それをねまた見て新しい人にすればいいんだけど。銀行2年で辞めたのか一言言えない、ね、いや本当ね、本当我々言えないんです。本当3年5年で辞めてますから言えないか。だけど、まあ、だからってそれが失敗だったかって、そんなことはなくて、そういう、ね、いい経験をして今があるってことでもありますんでね、はい、まあ、それはそれでいいと。ということで、ちょっと後半長くなっちゃいましたけど、はい、ということで、ぜひ、皆さんも頑張ってくださいというメッセージになったんでしょうか。大丈夫なってる、大丈夫大丈夫、生きていって、はい、なってるということで、本日はこれぐらいで、はい、おさらいさせていただきたいと思います。即日現金買取、日本全国どこでも無料査定、トラック買取センター、アートフレンドオート、希少車、軽装甲車、カム車、仮装もしっかりプラス査定、高額買取手続き無料、自社直接販売だから高額買取が可能です。整備や修理も専門のスタッフにお任せください。高く売りたいあなたの気持ちに応えます。トラック買取センター、アートフレンドオート。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、というわけでですね、今日は本当に言いたい放題言いたい放題だよ。言いたい放題もたまにはいいかなと思う。でも愛のある後半戦。いや、そう、本当そうですよ。そう、もう愛しかない、ね、バカにつける薬はないって言いましたけどね。本当にそうですね。まあ、だから大学行っても社会でもバカバカなんですよ。そう、大丈夫 でも生きていけるからっていうメッセージね。そうですね、我々みたいに、まあ、我々みたいにいいのがいい参考なのかどうか分かりませんけどね、はい、ということで、3月は以上でございますけれども、まあ4月はねちょっとね、最近2人とも実は結構忙しくて、スケジュールもギリギリの感じでやってまして、ゲストさんとかお呼びできないような状況で。ただまあちょっとそろそろね、そうですね、外に出かけたりね、あ、人の店にお邪魔したりしたいですね。いいですね、またね、ちょっとね、また飲んでっていうかね、お酒飲みながらとかね。あ、山口先生に行かない、押しかけだすっていう感じですね。まあ、先生をね招いてちょっと飲んで ね裏話聞いてみるという手もあるかと思います、うんうん、そんなことも考えながらやっていきたいと思いますので、はい、またぜひお聞きください、はい、ご覧ください。それでは皆さん、ごきげんよう。またねー。